はい、どうも、お茶です。今日はね、リプレイってわけじゃないんですが、これね、音声別撮りしてます。理由はというとね、本当はちゃんとね、実況動画撮ったんですけど、 YouTube 側のね、バグなのか知りませんけど、アップロードにめちゃくちゃ時間がかかってて、で、それでね、全然アップロードされないんですよね。で、ググったら、なんかね、8時間とかね、待ってたらアップロードちゃんとされたっていう人とかもいて、なんかね、バグなのかわかんないんですけどね、すごく時間かかってるんで、もしかしたら今日ね、アップロードされないかもと思って、今ね、急遽撮り直ししております。なんでね、今日は申し訳ないんですけど、まあ、リプレイ動画みたいなね、そんな感じの動画になっちゃいます。でも、もしかしたら、まあ、あとあとね、アップロードされてるかもしれないので、もしかしたら今日は2個動画上げてることになるか、これだけの動画になるかって感じですね。ということでね、本編までカットします。はい、ということでね、17段の回の方ですね。この時ね、深夜でね、人がいなかったんで、仕方なく17段とね、やりました。はい、で、相手回ですね。で、今日は言い忘れてたんですけど、ローテーション的にシンです。はい、2回2回で回してるんでね。うん、でもまあ特になんか言うこともないんだよな。さあ、これは誤爆ですね。つってもまあ当たってくれたんで、結果オーライって感じです。さあ、ここね、最近回使ってる時は地上戦意識してるんですけど、やっぱりちょっとシンだとね、まだなんか地上戦がうまくできないよね。さあ、ここはフォークで切り返して、これがね、危険したら2敗すらにも勝てるかなって思ったんですけど、ダメでした。やっぱり回の2敗すら強いです。さあ、ダスト当たって、なんかみんな結構上ダスしてますけど、横ダスの方、多分回とかシンは特にそうなんですけど、回もねダウン取れるんで、横ダスなら横ダスの方いいはずなんですけど、みんな結構上ダス使ってくるんですよね。上ダスは多分ダメージが高いと思うんですけど、はい。さあ、ダースト当てて、ここね、完全にコモミスです。6回フォークやろうと思ったんですけど、5回フォークになっちゃいました。さあ、この投げ漏れがね、強い、本当に。しっかり直打して、ダースト相手しっかり立ってきました。さあ、ここはね、しっかり牽制ビーク補ってます。相手もなんかわざと疲らせてみたいなね。まあ、あれ本当はね、FD 貼るからちょっともったいないんですよね、ゲージが。まあ、できる限りやりたくないというかね。で、相手はバースト入っちゃって、で、ダスト当たりませんでした。さあ、ここはね、しっかりピークの空振りを紫キャンセルでキャン、ここはね、ダウンを選択からのこの置き攻めですね。見えない。いや、これが本当に強いんですよね、新ね、上り JD。 これ熱帯だと結構立てないですよね。まあ、ガン見してたら立てるのかもしんないけど、俺は無理です。で、ここね、再戦選んだんですけど、相手再戦なかなかね、考えてますよね。まあ、一応相手ランクアップマッチでね、まあ、申し訳ないことをね、したなと。でも、これが18段なのだとまあ、言うて18段も17段も変わんないけどね。で、このバースト読んだんですけど、来なかったです。ここ相手何がしたかったんでしょう。コピーめっちゃ連打してましたけど、バータイ？バータイ、バータイでも当たってないからおかしいか。でね、これね、結構地上戦放棄してますね、エルクで。エルクほんと強いんですよね。で、まあ、このせいでね、まあ、ある程度のレベルまではね、エルクとかピークぶっ放しただけで勝ってるんですけどもね。まあ、ある程度のレベルまでなんでね、最近はちょっとそこで悩んでおります。エルクとかピーク強すぎて、ちょっと地上戦ちゃんとやるの放棄しちゃうんですよね。もう俺の悪い癖です。さあ、ここはエルク、赤キャン、ここ絶対殺しきりあったと思うんですけど、つか、あったと思うつか、これ。最後のピーク空振りがなきゃ相手殺しきりやしたね。さあ、ここは投げていきます。シン、結構火力高いキャラでね、もう殺しきりがバン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 狙ってっていいキャラのはずなんですけど、僕殺しきり下手なんですよね。結構コンボがね、選択が難しい。さあ、またエルクで地上戦を放棄していきます。
それをしっかりとがめられた形ですね今のは。さあ画面端は辛いですよね。投げられてあれですね今の。やってる時は分かってなかったけど、あ、わざとダウン打ちして起き上がり早くしてからの置き攻めみたいな感じされてたんですね。さあ投げられた赤キャンからの、ここはバース吐かずに死にました。次の3ラウンド目にかけた感じです。セミエス、エルクビークが刺さって、JD が刺さって、しっかりコンボ完走してって、バースト吐かれますね、ここでね。後半バースト吐くのはなんか、意味あったのかな？本当あと一発で終わりって感じのコンボだったんだけど、もったいないような気もするんだけど、さあ、このディレイかけてね、暴れ、誘って暴れ潰しっていう、しっかりとここしてますよね、相手ね、この、今の部分だけはね。セバー当たって、全くセバーね警戒しなかったんですよね。ここもね、もうここら辺でこのなんだ5杯打った部分でバーストライド打ってたら相手殺し切りでしたね。さあ JD これ結構暴れ潰しつか暴れ誘って、あ、暴れ潰しっていうのも誘えるんですよね。ダッシュしていくんで前で投げだと思うんでしょうね。暴れちゃってでそれが JD 誘ったって感じで、あ、なんか終わっちゃった。はい、ということで今日の感じはね、今日の動画はこんな感じになりました。では失礼します。